6年生になってからどんなことに挑戦したいですか。なんていい質問するんですか。難しい勉強も解けるようになりたい。難しい勉強を解けるようになりたい、うん、特に科目は何ですか、うん、算数。何やその言い方。育てしててリフレッシュの仕方とかって何かあったりしますか。大人と喋る時間だったりとか、うんうん、ちょっとコンビニに行くぐらいでもすごい気分が変わるので、そういう時間を作ってもらえたらなと思います。頑張ってください。はい、常の髪の毛どう思ってますか。あ、確かにね。これちょっと生の声で聞かせて。変なお父さんだと思います。卒業式にこの髪型で行ったんですけども。あ、行った。うん、めちゃくちゃ隣にいるのが恥ずかしかった。ローソンのレシート難しい。順位長、迷彩のジャケット OK。 ローソンのレシート助けて。あー、すごいすごい。棒に蛍光ペンを貸してあげてください。黄色いもの、何でもいいですよ。黄色いもの、リオさん頑張れ。どなたか龍二に鉛筆をよろしくお願いいたします。リオさん、常にほっとき。いや、本当にありがとうございます。来ていただいて、やってまいりました世界の西野でございます。よろしくって言うても、このスーツ着てセンターマイクに立つの2年ぶりでございましたです。赤いパンツなんていかがですか。赤ですか。今貴様が着てる服と合うと思って。貴様ってないよ。貴様って下げすぎや。もう上げろお前。今仏様が着てる。上げすぎやお前。間やお前。間さん。間さんではない。狭間さんです。狭間さんでもない。まあまあってない。